日本近畿地方大阪府大阪市福島区福島福島天満宮家福島公園福島は大阪府大阪市福島区の町名。現行行政地名は福島1丁目から福島8丁目。本校ではかつて存在した西成区城福島村と下福島村についても記述する福島区の東部に位置する町域の東側で梅田南東で道島南側で 中野島とそれぞれ接している。梅田から西へ 1km ほどという地理条件から、幹線道路沿いを中心にオフィスや高層マンションが立地している。その一方で、幹線道路から少し奥に入ると、古くからの下町の住宅地が広がっている。中世初期まで、淀川河口の地であったと考えられており、渡辺津の西に形成された島だった。古代には、楽器島と呼ばれていたが、 菅原道真が太宰府へ左遷される途中にこの地に立ち寄った際、河島では縁起が悪いとして工事の服を取り、福島と改名したと伝えられている。湿地を意味する大毛島から来ているとする説もある。平家物語では源義経が八島の合戦の際に、摂津国渡辺、福島の2カ所で戦団を揃えて出港したという趣旨が記載されている。 鎌倉時代に福島荘と呼ばれる荘園が成立。戦国時代に入ると応仁の乱や大物崩れの戦場となり、1570年には石山合戦の野田城、福島城の戦いが起こった。安土桃山時代に入っても1614年に大阪冬の陣の野田、福島の戦いが起こっている。江戸時代に入ると西成郡福島村が成立したが、1677年に 上福島村と下福島村に分村、堀江の開発が始まった1698年には、それまで堀江にあった安井久衛らの材木置き場の代替地として、下福島村と野田村の各一部から安井久衛受け所を分離した。曽根崎川、道島川、味川を挟んで、大阪城下に接する両福島の地は、新建屋の建設が盛んに行われ、中場市街化していた。 1879年に軍区町村編成法が大阪府でも施行され、西成郡役所が上福島村に設置されたが、同年中に曽根崎村に移転。1882年には安井久兵受け所が西成郡安井村となり、1889年の町村政施行では下福島村は安井村と合併して下福島村となり、 上福島村は単独で施行した。1890年には、曽根崎村に移転した西成郡役所が上、福島村に再移転されている。1897年の大阪市第一次、市域拡張により、両村は大阪市に編入された。編入当初は北区に属し、その後北区の分区に伴って、この花区に所属した後、1943年に福島区が新設された。 なお、現行行政地名の福島の、内曽根崎川跡以南となる1丁目、1番、2丁目、1番、3丁目、1番は、道島の一部である。反対に、玉川及び、野田のそれぞれ南部は、下福島の一部を含んでおり、大阪市立下福島中学校や大阪市中央、卸売市場本場が所在する。2019年3月31日現在の、世帯数と人口は、 以下の通りである、国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、大阪環状線の福島駅が、高架駅として設置されている。また、国道2号の地下には、阪神本線福島駅と JR 東西線新福島駅が設置されている。梅田貨物線が地上を走り、大阪環状線福島駅のすぐ北側で何和筋と平面交差している。 梅田貨物線を走る列車の本数が増加したことに伴い梅田貨物線踏切による交通渋滞も問題化している。またかつては阪神本線が大阪環状線福島駅のすぐ南方の地上を走っていて何は筋上に阪神本線の踏切もあったが1993年の阪神本線の地下下に伴って踏切は解消された大阪環状線の北側に 東海道本線の線路も通過しているが、地域内には同線の駅は設置されていない。道路は東西方向に国道2号が通り、東側の梅田方面と西側の野田阪神方面とを結んでいる。また南北には、何和筋が通り、南側の中野島と北側の大淀方面とを結んでいる。国道2号と何和筋との交点に、日吉西京交差点がある。 また町域内に阪神高速11号池田線が通り、福島出入口も設置されている。大阪シティバスが域内を通る。大阪環状線より北側には41号系統、59号系統と網台系筋沿いに39号系統が通る。41号系統は福島6丁目に停車した後、何は筋を北上する。また、59号系統は福島6丁目。 福島7丁目に停車。39号系統は、国道2号の福島西通で阿弥台池筋を北上し、福島8丁目、福島7丁目を経て、大淀中2丁目へ抜ける。国道2号上には55号系統、56号系統が通り、清志正福島西通に停車する。なお、福島6丁目停留所の前を、阪急バスが通るが、 大阪シティバスと異なり停車しない。ありがとうございます。